何やら任天堂スイッチで大人気のスイカゲームがパチモンとしてスマホゲームになってるらしいので、今日はその実態を調査しようと思います。まずはランキング14位スイカゲームからやっていきましょう。どうもおはようございます、フジナッツケンでございます。さあ、今日はですねランキングで上位に入っているスイカゲームいろいろやっていこうと思います。OK、まあまあスイカゲーム感はありますけど、なんだ寿司ゲームとかもあるな。まあいいや、でももうちゃんとスイカゲームですね。あーめっちゃ跳ねる。あめっちゃ跳ねますね。あーなるほど。まあもうあーくそ、ヒットしなかったっていうね。おい広告早ない？ちょっとびっくりの速さで来ましたけど、あーでもまあまあオレンジなのかな、オレンジできましたね。さあ、でこれからうわーマジで、ちょっと待って、ちょっと広告の量が尋常じゃないんですけど、これ大丈夫、これでリンゴが、いやいやえぐ、ちょっと待ってこれえぐいぞ。フルーツが合併するたびに広告流れるパターンかなこれ。まあブドウはできたけど、ちょっと待ってスイカ作るまではちょっとさすがにやりたいとは思うけど、これでもう広告だよね。そういうこと、まあ5秒なら許せるか。まあいい5秒なら許そう。うん、これは本家フルーツがうわー、まあまあまあでもブドウできた、ブドウとブドウで、まあ、何かしらのやつができるでしょう。いやもうできてる。これが何のフルーツかわからんけど、その合併する瞬間、あーうるせえ、マジでさ実況できへんってこれ。まあでもスイカまでは作るって決めたから、スイカうわーもううるせえ、あー一番嫌いな広告来た。あ、もういいや。ちょっと、ごめんなさい。ちょうど今飛行機に乗るところだったんで、ちょっと機内モードで遊んでいこうと思います。もう、ただこれ難易度的には、ゲームの難易度的には、結構、うわーい！ま、いや、ちょっと待って、これ30秒パターンじゃない？これはやってられませんわ。5秒広告だからまだ耐えられてた。まあ、耐えきれてなかったけど、いや、これ30秒？まあまあまあ、一応機内モードで遊べる神ゲーだったんでね、まあそこはいいでしょう。だからあと1個ぐらいよ、だろうな。よしよしよし、もうこっからは、ガチガチスイカゲームを、ちゃんと攻略していこうと思う。攻略っつうかもう別にハイスコアがどうこうというよりは、ああいうブドウ当たってないの？ちょっとスイカ作ったらもう俺の勝ち。それでいきます。ただ種類も少なめなので、これ多分比較的、あーまだ残ってた。マジでさ、いやこのゲームもこんな、いやいつの間にやパイナポー。そうパイナポーできるさ、ポポポンってこう今合併したはずなのよ。合併するところが見たくてやってるのに、そこが広告で見せてもらえないというなかなかのクソゲーですね。いやーちょっと待って、若干ややめんどい感じになってしまった。まあ僕ねフルーツ合併する爆発はもちろんね誰よりも早くやってたんですけど、ちょっと待ってこれ出てくんのやばい。スイカ作れずに終わったらちょっともう一回という形になるけど、できればもう一発で終わらせたいねこんなもんね。よっしゃーいし、オッケー。さあ、ニューボックス128、ちょっと意味は分かんないですけど、まあクリアですね。とりあえずまあまあ機内モードで遊べばまあ普通に遊べるゲームかなっていう感じですかね。まさかのね一回一回合併するたびに広告流されるはちょっと予想だにしてなかったですけど、まあまあまあいいゲームですわね。もう無理くせえね、もう無理くせえね。ああ終わった。何のランキングよこれ。機内モードやし。ということでまあなんか他のやつはこれ多分課金しないと、アンロックできないやつなので、まあまあまあそんな感じですね。はい、ということでひらがなスイカゲームは、こんな感じでした。非常に面白いゲームとなっておりました。2本目。さあ、続いてはランキング第2位のスイカゲーム、スイカゲームやっていこうと思います。ハンターハンターみたいにちょっと腹立ちますけど、いきなり広告、まあまあまあいいでしょう。ビップオファー全部なんかこう課金システムがある感じです。にゃーおーマジで。ちょっと度肝抜かれますね。まだ俺何ゲーム始めてないのにいきなり30秒広告見せられるんですけど、
そうね、あのゲーム中に広告がない分始まるまでに、まあ、広告見とけよっていうこと。うえ、ちょっと待ってね、俺ゲームまだ始めてないのよ。ちょっと待って、これループ広告見るゲームかな、これ。いや、これ VIP オファー断って、ここを押してる、いや、押したら広告が始まるんですけど、え、何これ、エロサイトのシステム。なんか、ずっと広告が流れるんですけど、これ、ね、なんなんこれマジで。お、この広告のループだけ、これゲーム、でもランキング2位だぜ。バツ押す、おー、まあ、真ん中と、今真ん中押す、いや、ちょっと待って、ゲーム始めるの一番上だよな、どう考えても。マジで、なんなんこれ、押しても広告流れ、いや、ちょっと俺、何これ、まだゲームやってないけど、広告何回見せられると、マジで。これ、悪質なやつ、ゲームできへんパターンとかある？いやいや、ちょっとマジでこれ何？まず詐欺ゲームであるお金もらえるゲームより広告見てんすけど、これマジで中央下は全然関係ないか。ああ、始まった。めちゃくちゃ急に始まるやん。ああ、合併しても広告出ないっすね。あ、オッケーオッケー。あ、これはでもちゃんとゲームさえ始まってしまえば、まあまあ可愛らしい感じやし。おー、いいですね。まあ、ちょっとそのやっぱ物理演算的な部分が、先ほどのゲームとは違うかなっていう感じですね。さっきほど転がったりはしないですね。あー、なるほど。今ので言ってくんな。あー、でも全然広告出ないですね。あー、オッケー。あー、ここまで来たらもうなんか普通にスイカゲームですね。今回はただスイカの上になんかカラフルフルーツみたいなやつがあるんで、さっきのよりは1段階ちょっと多く、合併させていかないと、最強のやつはできへんぞって感じですかね。まあまあまあ、とりあえずちょっと普通にスイカゲームとしてやっていこうと思います。あ、なんだろうか、これめちゃくちゃスマホが発熱してますね。このゲームを始めてから一気にスマホが熱くなってます。これちょっと やべえぐらい、あー、なんか挟まったけど、あー、これ多分もうちょいうまくやれば、あ、いけるか。これ右のやつ合併させれば、黄色こい黄色こい、あー、青はいらん。いやー、ちょっと待って、ちょっと運が、あ、来た、これでいけるんちゃう。よーし、オッケー。いや、もうピンクが半分ぐらい枠外出とるけど、あー、オッケーオッケー。だいぶちょっとスマホが発熱して、これもうすぐちょっとやめとかないと、あの録画が保証できないですね。この暑さはちょっと危ないですね。あー、もうちょいなんか行きたかったですけど、いやー、惜しい。多分これ、あの左にスイカが挟まってガク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 なってるから、多分めちゃくちゃ計算してるんでしょうね、なんかね、演算ソフトがね。いやー、ちょっとやばい、もうそろそろ本当にやばい。あっち、これ多分あのスマホで焼け、お、ちょっと待って、押せる、押せるんすけど、こんなありな。ああ、おいおいおい、ああ、これ多分もう押さえとかないとゲームオーバーなるな。そんな感じ。ああ、ぽっこりくるね、ぽっこりくるね。だってでかいやつが来たら結構押せるとかありそう。終わった。いや、なんとかなる。ちょっと待って、これで押せるんですけど、ちょっと待って、ああ、死んだ。まあ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 、ゲームとしてはちゃんと面白かったですね。始まるまでどうしようかなとは思ったけど、2回目始めようと思ったけど、始まらない。はい、ということで、まあ、第2位のスイカゲームでした。3本目。さあ、いよいよ第1位のスイカゲーム、パズルチャレンジ 3D というゲームをやっていこうと思います。さすが1位だけあって、なんか音楽もポップな感じで、なんか良さげですね。ああ、そして左上に書いてあるやつ見ると、本家スイカゲームと一緒の感じですね。さくらんぼ、いちご、グレープ。
ちょっとごめんなさいね、僕本家のスイカゲームやったことないんで、これの順番とかはちょっとあんまり把握はしてないんですけど、ただまだ数種類的なものは多分本家と一緒の数じゃねえかなと。で、ここまでやって広告が一回も出てないあたり、両ゲーですね。ちょっと待って、思ってたよりなんか縦が、横はなんか本家より広いイメージなんですけど、縦がちょっと少ないかもしれない。もうちょい縦に詰めたらいいんですけどね。やばい。これは、あ、ん？何？急に広告来ましたね。10分に1回ぐらいの、ちょっと待って、あなたは負けます。You lost。ちょっと待って、広告が邪魔でさ、で多分この下になんか、再起動って書いてあるわ。再起動押されへんのですけど、何、ノーインターネット、いや、繋がってるって。インターネットは繋がってますよ。何したらいいの？広告出たからインターネット繋がってんだろって。こちら側の問題は多分なさそうなんですけど、広告が邪魔で再起動できなかったので、普通にタスク切って再起動しました。ちょっとやっぱちゃんとスイカ作るまではね、一応どんなゲームかやってみたと言いつつ、いや、スイカぐらいまでやってくださいよって話よね。そんなね、ほんな5分10分ちょろっとやってね、こんなゲームでしたみたいな動画だと僕自身がちょっと嫌なんでね、ちょっとちゃんとスイカは作ろうと思います。さあ、ここから20倍速でお届けします。ここからはね、もう普通のスイカゲーム実況になってしまうので、畑が違うのでこんなもんカットです。これだからちょっとでも箱からこぼれたらアウトなんだな。でもこれ毎回かよ、これさっきだけじゃねえのか。これだからもうゲームオーバーになるたびに5秒広告見せられてこれになるから、もう面倒、これ消せないもんな。もう毎回再起動といつも、だから広告流れたら再起動すりゃいいんだよな。で、再起動した、起動した瞬間は広告読み込めてねえから、毎回 Wi-Fi チェックしろって言われるから、機内モードでは遊べないゲームっぽいですね。まあまあ、とにかくちょっとスイカ目指して、ちょっとやっていくしかねえよな。ちょっとね、私フルーツ合併するバンカーずっとやってはいましたけど、そんな本気でやり込んでたわけではないから、ちょっと俺下手くそだわ、死んだ。俺下手くそですわ、どうやら。1時間ぐらいやってたんですけど、なしまでしか行けてねえってね。でも毎回これでうわーってなるんですけど、はい、ということでございまして、まあ第1位のやつは、まあスイカ目指して頑張ろうみたいな感じでは多分面白いかもしれないですね。はい、ということでスイカゲーム全部クソでした。